羊ツジネイのアラバシリ教習所こんばんは羊ツジネイリ細田ですイデ松村ですバラゴールド免許を取得するために必要なものをリスナーと共に学ぶ教習所型バラティですはい 12月14日でございますはいはいありがとうございますラジオネームヒストリバードさん小沢さん松本さんこんばんは松本さんが以前 YouTube で紹介していたムラムラ飯を実践しましたラブホテルに行くわいてはないのでとりあえずコンビニで冷凍チャーハンとタンスティックを買って家に帰りレンチンしたチャーハンにタンスティックをぶっ刺して食べました僕は童貞なので間違ってるかもしれませんがこんなことをしていいはずがないと思いました高額のためにラブホテルのライフハック他にもあれば教えていただきたいです <laughs> <お>い,いやいやいいけどなみんな見てる <知識 S 1> <の>こんなわけないだろうあのちゃんと袋のチャーハンってそこに真ん中のタンスティック刺して <laughs> <うん S 1> それをこう。 ペペ <laughs> ララしななががらら男の方を見ながら食べるっていう女性があの男の気持ちを高ぶるためのっていうところでいいわけないだろう、まあ、よかったら、ね、実践してほしいですけど<前>ラブホのライフハックねライフハックライフハックというか<ー>、まあ、そうラブホごとに特徴があるっていう、まあ、ラブそうだよなライフハックではないけどほんまにやっぱ金銅は高いからいかんほうがえいえいよね,高いよね金銅の値段の高さったらもう。 もう、それなかなか平日休みでしょ、パーぐらい合わんとあれやけども、金労の高さだったらもう,う、うん、ライフハックあれじゃない、メンバーズカードありますかみたいなのが出たときに、うん、ないにした方がいいよね。うん、ああ、その日のサービスを受けれるってこといや、そのなんか、通ってんだって、女の人に思われるの嫌じゃない。ああ,そあ、そういうことね、うんそこ、そこに何度も来てんねんなっていうところね。 ああまあ生、まあ、き慣れたふりをするかそうよかったラブホーがありました<え>、えー、女性と初めてラブホー行くってなった時に、うん、その結構いいとこあるってこれは言いづらいことでもあるじゃんうん、うん、まあ言わんでもええことかもしれんもんな例えばこのしいなその相手にとってな、うん、調べてみるふりをするとか <laughs> あこことかよさそうとかぐらいまでちょっと気を使うかも。うん なんかこう遊んでんねやって思われてがっかりされることはちょっと嫌かもしれない遊んでるに決まってるやんって思っててほしいラブホメンバーズカード出した時も行きつけんとこあんねんって言った時も驚かれない方がいい俺はあえっいきなりてんねやよう行くんやって思われる方が俺にとっていいだったら それはそうやんなって思われる方が、俺は、そうか。うん。俺は全然そっちの方が。これはスタンスの違いだね。俺は全然そっちの方が。俺の方が古速だったね。めっちゃ行くのっていう。俺、身を組んでここっていう。方まあ、その大抵居酒屋で飲んだと行くときに、もうちょっとって思って酒を買うけど。あ、飲んだことないってやつな全然飲み干さないね飲んだことない。一口やもんな。 一口。うん。ちゃぺちゃに残ってるわ。<うん S 1> <laughs> 次の朝。うん。あと、まあ、その、なんやろうな、あの、あれやな、あの、<うん S 1> 電気の消し方がなんか、最後までわからん、ラブホとかあんのよね、あそこの。トイレの、遠くの電気がずっとついてんの。あの、遠くの電気わからん時に、なんか一回、俺、あの、バスタオルもわからんからかけてた時あって、朝方、カジナリかけたわ。うん。<laughs> <laughs> うん 何 <laughs> か焦げ臭いなと思ってなっあれ何かどっかから焦げ臭い何か焼けてる匂いするなと思って見たら<ー> <laughs> それが真っ黒焦げやカジナルとか言って爆睡してたら火事やったかもしれない <laughs> れ枕の方の隙間になんか落ちて取ろうとすると何かとんでもない汚さですよね <laughs> 床<が>ラボのもなんか汚いって言うからね,いね、あのー、置いてあるグラスとかもそんなもん洗ってると思う方がいいっていう、えー、あら ががああるからんま使う方よもうどうしてもコップとか使いたいやったら紙コップ買うぐらいしんともしくはよく洗って使うとかにしないとっていうのがライフハックですかねもうねなかなかもうラブホ行きたいなラブホラブホ行きてえなあ2泊してどんだけ行ってないよラブホラブホてもう自分めってた時とまた違うんやろうけどなちょっとラブホ 今最近こんなラブホありますよってあったら教えてください。ラブホ行ってくれる人募集してます。お願いします。はい、ラジオネームアサピスさん、ホダさん、松ツさん、こんばんは。以前お笑いユ楽ロの賞金はトーク作りのためにやばい後輩と旅行に使おうとおっしゃってましたが、どっかに使いましたか。まだでしたらどっか行きたい旅行先ありますか。最近のやばい後輩エピソードがあれば教えてください。あ、これね、あの、あのね、あの僕らね、あのこれ賞金が入った月がね、あの給料が少なかったんですよ。そうそう。 あの、ね、普通にちょ,ちょうどいい <laughs> 無理だったんですよそう,そう,そういつもぐらいの入っててこ、うん、れプラスやったらなんかこの余裕あったんですけど給料が激少ない時にあの合わせてこれが入っちゃったんでこれはやられたよ。 超でや<う>よかった,<ょ>た。助かった、やったんですよ。横行,行けんかったね。申し訳ない、これ。ったんで、ちょっとね。じゃあもうちょい余裕できたら。そうもうちょっとねやっぱそんなに僕らもね、ほんまにお金もらえてないんでね、う普通にこれ頼っちゃったや。 生活費に使って <laughs> <え>一番つまんないね。あの五、ー、十万とかね、百万を五十万とかやったらちょっとでも使ってたかと思うね。五、うん、<laughs> 万だからね。<laughs> 普通に生活費で消える額なんで、うんね、ごめんなさいね。最近,、ね、最近のヤバい後輩か。まあ分かんないな。後輩のヤバいエピソード。ああ、でもなんかこの前あの元ポンループのアミちゃんから連絡来て、<laughs> はいはい。うん、そのお笑いを再開するんで。 で正直何人かに声かけられてて誰がいいと思いますみたいなこの人がいいんじゃないみたいな、うん、あ,ありがとうございますみたいなやり取りが終わって、うん、それが深夜1時ぐらいに終わってそ、うん、したらなんか30分後ぐらいに LINE が来てマジで別に今言うようなことじゃないんですけどみたいな私細田さんがバーニーズ解散した後ちょっと細田さんと組みたいなと思っててその自分がやってたコンビ解散して細田さんにコンビ組んでほしいって言おうとか考えてたんですよみたいなうん、うん。

なぁ後輩まぁ、あ、ちょっとそうやな今にはなかあったうんね <laughs> いかに後輩と会ってないか <laughs> ない <laughs> 後輩と会えてないな はいということで編集展を作ってますねアミちゃんで終わるありがとうございますますはいラジオネームパワーポイントソワマさん小澤さん松野さんこんばんは僕の悩みを聞いてください最近人に音楽をおすすめされる機会が増えました僕は音楽にあまり詳しくなくアニメのオープニングとかになっている曲からこのバンドいいなと思う程度なのでありがたいと思ってますただ音楽編雑誌が低い僕は早くてなんかかっこいい曲以外全然好きになりません歌詞がいいとか言われてもあんまり頭に入りませんな曲って リズムがいったりしてて全然サビに入らなくてイライラするので1.5、うん、倍速で聞いてます <laughs> でもおしゃれな曲が好きって言ってモテたいですどうすればいいでしょうかなんだこいつ <laughs> なんだよこいつ俺らに送る理由が一歩もない俺ら家庭音楽園差値低いやろ全部,全部に送ってる1.5 <laughs> 倍速で聞くやついやいや誰にでもいい質問しないでほしいよいやいや やだなも<う>俺も倍速嫌いよ音楽もネタも YouTube も、うん、もうやめてこのぐらいでしかそんなのよく言い訳ないやん 早く聴いて、うん、じゃあその速度で出してるからねそれがいいならそうやね,そうやねそのベストの曲とかでやってあのスペン、うん、テンポでやってるのにな、うん、これほんまに聞くなやめてほしいお前は聞くなおしゃれな曲が好きって言ってもそれだけでモてるぞるわけお前な言うとくけどそんなもんだけであケ k、OK、ほんまアニメのオープニング聴いとけ お前それでええよアニメのオープニングで意気投合する人と会った方がええよそんな背伸びしてさお前が例えばなんか最近流行ってる「バウンディやら何やら」でなんか気言うたって無理やろ「バウンディ」のあのアルバムのさとか言うてさ無理やあれはね最近ちょっと先週ぐらいですけどねちょっと不法であのミッシェルガン・エレファントね千葉さんが亡くなったっていうのもあるけどあれもさ千葉さん亡くなったって言ってツイッターとか X とかでバーって出てきてまもね、うん、結局そのタトゥーの代わりを頑張ったあの頃とかで話題になってかわいそうかわいそうやわあんなにいい曲が山ほどあってかっこいい兄さん方がそこで死でお前らが声を大きく言うのほんまふざけんなよと思ってどんだけの偉業とかっこいい曲55歳って早いよなねしかもほんま今年4月ねこう発表 しスラムダンクのあのシーンねえやっぱりバースデーでここからもまだまだ盛り上がっていくんやろうなって思うとまあでもなんかこうかっこいいけね短く咲くというこのロッカーとして,のロ,ッとしてのロッカーとしてのなんか。 美学みたいなものはね、ただまあ偉大なアーティストが、まあお前は一応その聞けよ、そのミッシェル・ガイレバント聞いてみるよ、まず。早いぞ。早くてかっこいいぞ。お前のそのご所望の曲があるかもしれんけど、お前に刺さることはないと思っている。お前には刺さらん。 アニメのオープニング聞けこいつはもう。ありがとうね。ありがとうね。はい、ラジオネーム、蕎麦山パスタさん、ありがとうございます。すでにお二人、こんばんは。本当はこんなメールを送ることすら嫌ですが、頑張って書きます。先日の放送で私の好きな保田さんが、普段は愛れない、ドスケベがんもどきと、誰がドスケベあるかもどきしない。片岡み155センチの70キロ、バスケマンの子じゃない、嘘つき、持てようとしてる、天狗のように鼻が伸びてきて、裁判で私が勝手は十分な侮辱発言とかです。 え闇よりくらいいいいを先に聞ててるのでもっっっと売れたらら法廷うややこ自分の身長に疑問いないと私はホームセンターでメジャーをかいないと思われてる彼女に身長を測ってもらった。 無理しちゃってまだ嘘ついてんのお前1 8 1ンチ鼻ではなく身長が伸びていました <laughs> いないと思われてる彼女が一生懸命伸びの道ながら測 <laughs> ってくれる姿を守ってあげたくなる可愛らしさがありました私のスラダンを豊田もさえ以降しか呼んでおらずなぜ花道がリーゼントだったのかは知らないバスケーマンですが <laughs> <laughs> いつかお父さんは上からポスタライズダンクしてかましてやりますさ <laughs> ブチ切れちゃってさおいおいおい、えらい分量の寝るこしてきやがってよ。百八十センチのやつはな <laughs> こんなこんな文字数打たれんだよお前。百八十で彼女がいるやつは。バレちゃったから必死か。ねんだよ。いやほんま。バスケこれバスケやってて豊田 <laughs> 線以降しか読んでないやつなんていねいんだよお前。 おんまおバッ、ま、ターラタンが豊島選しかロマ番バスケマンおるいやいやこんなこと言ったんだけどそ,それ以前があって、うん、だからこその全国のあれがしみてくるのートがああんな、急に全国大会から見たってしみろかこ全くさばっかつよ。 マジでよいやもうちょっとほんまにいやほんまに合うまでは信じ俺もううことがあるまではもう1 5 5ンチだと言ったけど今日でお前は1 5 3ンチな減ったぞ1 5 3チ七7 2キロ減ったぞええなもうちょっといい加減にしてくれよ頼むよ何やねメジャーを書いてもうんでメジャー勝ってまで身長測ることがあんねそんな喋りすぎよお前頼むね いやでも楽しみやわもういつか僕が蕎麦山マスカサイって言った時に見上げるでかいだろうなああ大きいし身長が伸びて彼女も可愛いとか金玉がでかいの瞬間を楽しみにしていますはいそうとありがとうございますはいそれではここからコーナーの方参りましょうまずはコーナー逃げの。 はい、見た目も中身も正反対の松村と細田。教官の皆さんがイメージする真逆な2人の様子を送ってください。はい、はい、その蕎麦山パスタから聞いております。いつもありがとうございます。えー、乳体化した時の逃げ論。の。<laughs> 体調悪い時の、うん、えー、体調悪い等の適当な理由で家から出ず解決策を模索するのが細田さん。うん、嫁の下着をつけて出歩くし、あんなことやこんなことをするのかって言っさん、あー確かに。あるなぁ。えー、でも、そんな、家から出んことあるビジュアルによるかなーかにいや、でもさ、これさ、女になって、出てみたいけど、うん 男が寄ってくるわけじゃん。あまあ、それはね。それは嫌なんだよね。確かにな。あでも、ほんまにその女子としてのそういうことを体感したいもあるよね。モテてみたいみたいな。モテてみたいもある、普通にエッチし,んエッチしたい、うん。女の人になった時の体感って。いや、だから俺、男っ,となってエッチはしたくないんだよね。体感はしみたくない、ね。あまあ、そうか、うん。どんな感じなのさすがに外出るかもね。 なんか男の人をそう気持ちよくさせなあかんしんどさはあるけど、ね、いや俺中身男やねんとかはそこまで,で変わるならねそれは変わるけどね変わるならね心も変わったらいいんやね,ね、うん、はいパイナップル、えー、パイナップルさんですね、えー、ゲーゼンで太鼓の達人が上手い人を見つけた時に、うん お,お兄ちゃん、あんたんめっちゃ達人さんやな、とぐいぐい話しかけるのが松村さん。ただ、じっと見続け、演奏が終わると、なるほどね、みたいな表情を浮かべて、その場を去るのがホスワさん。<laughs> 確かに。<laughs> あまあ見てまうな俺もな話しかけはしないなあのめっちゃ見るわ「ダンスダンスレボリューション」とかもめっちゃ踊んのうまい恥ずかしいとか思うよ俺はあの「ヘイェイ」とか言うたことあるわ <laughs> <して S 1> あの何人かの時とき「よいしょ」とか言って手拍子打ったことあるわ <laughs> <えー S 1> 大阪南蛮とかでこの立ち上手いやつは俺気持ち悪いなってこれリズムゲームやっぱうまいこれギリギリやんな確かにかっこいいってうますぎるとちょっとうまいうまいなーって <laughs> っていうのはいいんやけど、確かに、あの、一人でもうまくても、あれ、時間がよくないんかな、一人で上手い人って、もう12時ぐらいからやってるやん、昼の1時とか、時間帯がよくないね時間帯がよくないね昼1時ぐらいから、これにもう、命かけてますみたいな、これはなーっていうところが、多分どっかあんねやろな、全然いいんやけどね、かっこいい、うまいことはね、そこにちょっと偏見があって、なんかな、はい、ラジオネーム、ババア大論頭さん。 えー、ゾンビサバイバルの世界で、えー、誰も知らないところでいつの間にかゾンビになってる細田さんと <laughs> 細田ゾンビをレンガで思いっきりぶん殴って倒した後 <laughs> 顔を見てようやく細田だと気づき大号泣する誰も知らないところでいつの間にかゾンビになってる <laughs> <laughs> やった <laughs>

どうも羊ねぎ細田です毎度お金でございます羊ねぎ松村ですそして今回はですね新コーナーという形で、はいえー、一応ですね、あのー、仮入れですね<ら>作ってる感じではありますけども、うんえー、はがき職人免許センター えー、僕らにもですね、ちょっとハガキ職人みたいなのもついてほしいし、え体、うん、ここから巣立っていくとか、ねえー、練習にしてもらいたいというような感じで、ハガキ職人として免許取得を目指していただくシンプル大喜利のコーナーでございます。はいえー、コーナーの最後に今週の免許取得者を発表するということなので、あ,ありがとうございます。まあ多分、本当になんて言うんですか、うん、みんなこう、ベテラン大喜利ストというよりは、はい、結構、初心者みたいな人も多いでしょうから。100通近い。 もう,もうそれは僕らの大喜利人たちで MC もやってますから <うん S 2> 僕らが大喜りと一言言えば <laughs> もう大喜利と口から発せば100通来るというところ今、なんとですね、19通はいあゃあ。これはでも選んでくれたらしいあ。選んんででたすか元々は、うん おすごいよそうそうそう選んだ上で19でこっからさらに細田が厳選したものを今から読み上げていくということでそして最後その中でベストのありがとう発表いたしますそれでは僕がお題読みしますんで細田さん回答の方お願いしますでいきますお題はこんな自動車教習場は嫌だで募集しましたんでそちらでいきますじゃい俺ますラジオネームを読むかあじゃあラジオネーム読んだ後と僕お題読みしてラジオネーム三遊間を守る犬 こんな自動車教習所は嫌だエアバッグが機能するか確かめるため毎回一旦ぶつかる嫌だね嫌やなこれ面白いないいね一回じゃあエアバッグ確認しますおおきりのコーナーやっておもろいなじゃあエアバッグ確認します直進車ぶつかってみてくださいいいねこれ面白いじゃないですかいいですねじゃあ続きましてラジオネーム二日酔いでむくみめる こんな自動車教習所は嫌だ。卒業後に運転する車種について話し合う三者面談がある <laughs> ああ <laughs> いいですね。面白い,い,、ね、いな。これいいよね。ネタにも全然できそう。ではあのコントにもできそう 外国車だとね、っと燃費も悪いんで、まあ一旦まずアクアとかから入るんじゃおすすめではありますけど、お父さんが勝手に決めないでよ。私が乗りたいのがあるんだからとかいう、こういうのはいいですよみたいはいい面白い。じゃ続きましてラジオネーム、三遊間を守る。目 ちょっと結構有料ドライバーな感じがしてきましたねいいで,、はい、では行きましょうこんな自動車教習所は嫌だ教官が俺から見て右俺から見て左と正面にいると思い込んでる <laughs> 正面にいると思い込んでるっていいですよね自分勝手とかじゃない,正面,い正面にいると思い込んでる,んでる <laughs> 確かに自己中とかじゃない <laughs> いるとアホアホやってこと教官がアホだなだけ <laughs> 悪いやつじゃないそうそう <laughs> いや面白いなこれいいな結構やっぱおるんやなちゃんと募集したらはい続きましたラジオネームパイナップルはいこんな自動車教習所は嫌だ昆布だしの自販機しか置いてないあります四国とかにあるやつあれマジのだしなのあれマジで あれほんまに料理にも使えるほんまにおだしあれでも自販機にさラーメンスープとかさあってる最近売ってるよね飲むいやいやそうやねいやそのおにぎりとセットでとか言うけどさなんか家は俺缶から出てくの冷める感がんかなっちゃう味噌汁のカップの方がまだあれしいいですね面白い。 ラジオネーム、うん、お魚水溶液、はい、こんな自動車教習所は嫌だ。アラビア語の形をしたクランクを練習させられる。<laughs> ゃあれだって途中飛びそのなんたどりつかれてるマリオカートみたいなダッシュジャンプゾーンみたいなのいるけどそれも生かされるのなかなかむずいけどね。じゃあこれ読んどいてやるかラジオネームでソバヤマンパスタ送ってくれてるしこのなんかちょっとこのうちのラジオの名物和菓職人さん出してるソバヤマパスタ 来たついに大喜利じゃあちょっと行きましょうこんな自動車教習所は嫌だ車の窓が汚れているなと思っていたら朝方近所のおばあちゃんが根菜類を持ってきて窓の上げ下げを利用して切っているらしい長い長いよな長いなんか長いんだよお前ってやっぱさん今見た今のこのかつての回答聞いた長いちょっと面白くないとかじゃなくて長い面白いよ面白いよ発想は面白い面白い あるよな字で見たのあの大喜利というよりは実際フリップで回答するぐらいの感じの答え方して持てるなあくまでこれほんま僕らの手元にメールで読むぐらいのもんやからなごめんないよなありがとう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 なあありがとういや面白い面白い面白いラジオネーム「パワーポイント相馬糖こんな自動車教習所は嫌だ」 目の下に若葉マークをつけた初心者の密かがいる。怖いね、ああいうのちゃんと教習所スタイルで訓練な。殺されちゃう。ええ、別に。初心者。別に、だかその、そ、自意識はあんねん。僕はまだまだ運転は下手くそやっていう。その謙虚さ。はあんねんな別にね、バンジーガムで引っ張ってもらったらいいけどね。前の車に、な。張り付けて引っ張ってもらったらいいけど。ええ、いいです。えもう一個いきましょう。ラジオネームパワーポイント、その一 こんな自動車教習所は嫌だ。急に問題が距離を詰めてくる煽り座学がある。<laughs> あいいですね。あいいですね。なんか現代のところも含め面白いよね。問題が距離を詰めてくるってね。文章が。お前わかんの？あ？分かってんけん？お前え？これ不節とかいける？みたいな。その取ってるかな？文章題が詰めてくる感じ面白いですね。あと二つ。えラジオネーム二日酔いでむくみめる。こんな自動車教習所は嫌だ。 俺と乗るの楽しいと自信なさげにたびたび聞いてくる。<laughs> いや、いいね。いいねああ、なんか、いや、共感、ね、ってこれぐらいの方がやりやすいけどな。確かにいないね。なんか、オラオラ系やと緊張、ただ、うん、でさえ緊張してるのにさ、なんか、ちょっと強気に。人間って緊張しちゃダメだもんね。そう,そうやね。 でもあんたらはそりゃもちろん運転慣れてるから興奮がねえからそりゃこんなこともできんのかとか思うかもしれんけどさこっちは緊張してるの楽しいこれぐらいの大丈夫しいもしかして<く>暖房つけるドライブスルー夜人気でそうですよね,っちゃうよね言ってくる方が全然いいけどね行きましょう最後ラジオネームソインス文化会館こんな自動車教習所は嫌だドナー手術のように 金さえ積めば予約に割り込める。<laughs> <laughs> これそうなんですか かしゅんしゅうつがそうかは分からんやろ順番でやってるかもしれんやろ何か変なとこ暴いてくんなよ普通に大喜利聞きたいだけやけなんかちょっとドキッとするわんかそうなんかなって周りに思わすようなこと言わんといてくれよそんな毒がありますそれは分からん分からんよそれはそうかも面白いはいというわけでたくさんいただきまして今回は細野オメガに変わった術がこちらでございますそして今回のこの術 10回答の中から、はい、一番良かった免許を与えれる大喜利の回答は、どれでございましょう、はいえー、じゃあ、ラジオネーム、三遊間を守る犬、教官が俺から見て右、俺から見て左と正面にいると思いでます。<laughs> 免許取得でございます。ありがとう。いや、面白い。めっちゃ。見回しが好きでした。ねえ。はい、なんかめちゃくちゃええな。いや、これをすごいね、みんな。結構、だから、から他の、うん、まあ、言うたら80通ぐらい、ぱーって見た感じ、うん、やっぱその、あ、初めてやったんやなっていう感じも多い、多いですか。かそれがいいよね。確かに。 うん、なんか今度からそれもその初心者なんやろうな、うん、でもしよかったら大喜利の回答を送るときになんか初心者って分かる記号つけてもらいます<ー>なんか大喜利普段やったことないとか初めて若葉マー,マークみたいな,な,な何,何つきますかマークメールやからな三角とかあ<ー>三角つけようか,かメールを送るときにあのこの大喜利が初めてです。うん 普段も大喜利カフェとか大喜利界隈に顔を出したこともないあとメールも送ったことないよそのね芸人さんのっていう方はラジオネームとかどっかのメルの中に三角つけてくださいポリコレなんで初心者の枠がありますで僕らそこからもちょっとやってみたいそこは免許取得というよりは学活とかねそんな感じでやってい確かに。 大切りのコーナー、うん、楽ですね。<laughs> す楽かどうかで言うなよ。<前>楽しいし楽ですね。楽かどうかで言っちゃだめよ。楽しいだけ言えよ。楽,しし楽,ね、楽はダメなの、ね <laughs> なんで楽って言っちゃうの？やっぱ逃げるの頭回さなきゃね。いやいやいや回す一瞬逃げるのか大喜利なんやから言うたらほとんど。楽って言ったダメよ。というわけでね、こういったコーナーへのメールなどございましたら、m.ossad1130@gmail.com ハッシュタグ羊教習所なのでつぶやいていただきたいと思います。なんかまああれやったらね、細田の一糸とかもね、ちょっと来週次回ぐらいからできたらそれはちょっとね。一応 じゃあその伊藤君に採用されるか俺が毎週やるか俺が名前を隠して,<ー>てそれもいえねあそれへじゃあまず次回のお題をちょっと、はい、この。 きたいいと思ますけどまだ簡単な方がというか初心者の方も多いでしょうからシンプルな方がいいかなと思いますけど車をちょっと離れて12月年末とかにかけて年末年始にかけたお題とかでもいいですよこんな初詣は嫌だでいきますかはいじゃあシンプルにまたこんな初詣は嫌だでいきたいと思いますのでまだねこっからねほんまにサッカーとか目指したいっていう方も 確かに、やっていただけたらと。うん、細田一回、もし本番来週送って、一等も採用されへんかったら、坊主、うん、とかでいい?。<laughs> 大した自信やの、伊藤君の眼鏡にかなと思ってるみたいやけどよ、俺の回答に気づけ、間違って、もお前ラジオネームに細いとかそういう感じ使うなよ、お前やと分かるようなセンス出すなよ、お前。というわけで、今週は以上でございましたおでございました。